どうも、影やんです。今日は2021年5月14日金曜日、金曜日の朝の空、曇りですね。今日は雨予報ではないんですけど、今のところ曇りという感じですね。金曜日は僕の1週間のスタートということで、今日から張り切っていきたいなというふうに考えております。これ昨日ですね、これ、買った父親が買ったアジサイですね。なかなか綺麗な、花になってますね。これこういうのはまあこれでいいでしょう。でキュウリですね。キュウリはまだちょっと何かが出かかってるような感じもありますね。この辺のね、この辺から何かが出かかってる感じはあります。でこちらが木のね、これ苗ですね。またこう新たにこのこれはですね、値段あれですけど、これは唐辛子ですね。緑の唐辛子の方の唐辛子です。でこっちは赤やと思うんですね。赤の唐辛子になります。だから唐辛子が3つになるということですね。そしてこちらがナスですね。ナスこちらはこれでちょっとこう垂れ下がった感じで、ちょっとずつ大きくなっていくのかなというところです。でこちらはこちらもね、ちょっと花がこうね出来上がってきてるんで、これからということですね。そしてここに穴が開いてるんで、またここに何かが加わるということですね。ということで今日も、張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。